と、前回のスプラコラボでメス越え四天王がいると言っていたオカユン、コロさんがトップでオカユンが最弱、残りの四天王は誰なのかなと。おっしゃー、やめてー、ここでキルしに行くぜ、キルしてうわー、ダメだ、ゾッとするよキルしてよ、ゾッとしてくるよ、ガルちゃんが欲しいよ、この目を持つのが別に体が耐えきれないガルちゃん、早く来てよ、やめろはね、僕のことメスメス言ってるけど、真のメスのボスは彼女ですよ。そうだよ、確かにこいつが四天王のさ、そうだよ、コロさんの横に置いたら僕のメスなんてコアッパみたいなもんだから。あのさ、ポケモンのさ、ポケモンのさ、一番強い人誰？え、シロナさん。あ、人で、ちょっとチャンピオンはシロナだよ。あ、それと同じよ。そう、あ、そういうことね。メスチャンピオンってことね。そう、僕はメス四天王の中でも最も最弱だからね。そうだ、なるほどね。コロさんがね、横にいたら僕なんか吹けば飛ぶようなメス具合です。いやでもね、それね、めっちゃ思った今。めっちゃ思うな、失礼なやつだ。めっちゃ思ってた。おい、失礼なやつやつね。だって思いました、こんな濃厚なメス摂取したことないんだもん。そうなの、ちょっと嬉しいな、コウにそんなメスって言われたことないからさ。マジでコウさんはすごいメスだと思うけどな。そうだよ、あ、クソ、誰だろうなんかさ、こういう時っていつも適当に四天王の中では最弱とか言っちゃうから、明確にそこに人がいることをいつも考慮せずに言っちゃってるから、別に入れてないなメス越え四天王、よくその、あーとか言う人ってことでしょあー、とりあえず船長、なるほどね、船長を差し置いてコロさんが最強なのすごいおもろくないなんか本物を感じるんだけどうん、船長アキロゼチョコ戦、もうそこまで来たらね、あの僕入れないんよ船長アキロゼチョコ戦でコロさんが入るでしょ、それもう僕のね、生きる道がないじゃんすいません、訂正します。スプラのコラボでメス越え四天王の中では最弱と言いましたが、僕は別に四天王には入っていません。うーん、僕はスバルちゃんがメスに過剰なだけで、僕は別に大したメスじゃねえんだってことを今思い知らされました。スバルちゃんがあんなに、おいおかゆメス出すなよっていじるもんだから、あ、僕ってメスなんだって思ってちょっと浮かれてたけど、別に他の横並びの四天王を見た時に、僕は何にもメスじゃないということをね、知りました僕って全然メスじゃない、もうスバルちゃんによいしょに、メスよいしょに踊らされてただけだったっていうことに今気づいちゃったよねうわー、ただのメスよいしょだったんだ。だって全然大したことないもん、マジで悲しい、こんなに浮かれてました。でみんなに、おかゆメスだもんねとか言われてたけど、マジで井の中の蛙、胃の中のカワメスなんですけど、本当に悲しい胃の中のカワメスとして今日から生きていきます。よろしくお願いしますただのメスよいしょだったんだ、もう信じない、メス出すなとか言われても僕はもう信じないマジで闇落ち、メス闇落ちしました今、もうメスのバーゲンセールうわー、いいんです、これは僕の問題だから、みんなは気にしないで、みんなはもう気にしないでいいから、くそー、次行きましょう、キルしてうわー、ダメだ、ゾッとするよキルしてよ、ゾッとしてくるよ